こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯の献立です。お豆腐の肉巻き照り焼きです。豆腐はキッチンペーパーにくるんでざっくり水気を切るよ。ざっくりで大丈夫。重しはしなくて大丈夫。ただね、わかめは水に浸して600ワットでレンチン2分ね。あれがえらいことになったのよ。で、きゅうりは薄切りです。で、軽く塩もみをするよ。カニカマは包丁の腹でほぐすよ。でね、分量これです。昨日はね、この酢の物にわかめを使うからさ、乾燥わかめを戻したらやっぱりいつも使い慣れてないからか、何なのかおったまげる量ができました。びっくりしちゃった。困っちゃう。食べたけどね、お味噌汁に入れて。そしたらしっかり混ぜて、きゅうりの水気をしっかり絞るよ。ぎゅーってね、結構ね水気が出るからね。でレンチンしたわかめはね流水で流してる。でわかめの水気もしっかり絞るよ。全部入れようか悩んでね戻しました。多すぎると思って。でカニカマも入れて、これをさ、しっかり和えて、酢の物の出来上がりです。今日はね、強風でめちゃくちゃ寒いよ。外はって。で、お味噌汁ね。大根と油揚げと長ネギの予定だったのに、わかめが大量だったからね、わかめも入れました。びっくりしちゃった。そして今日もさ、わかめをちょっと使う予定だから、どれぐらい戻せばちょうどいい量になるんだろうってね、ドキドキします。生わかめを使い慣れてると、乾燥わかめの加減が難しい。困っちゃう。で、そうそう、昨日さ、私用事でお昼から出てたって言ったよ。ちゃんとね、味噌をととも一緒にね、運転して行ってもらったのって、運転しかよって。そしたらね、ちゃんと味噌を忘れずに買ってきました。ほっとした。味噌汁結構毎日だからさ、なくなればもうバッタイだもんね。もう味噌汁もできた。そしたらこれ豆腐ね。豆腐はさ、細長くっていうのかな、切る。でね、豚肉で豆腐をくるくるくるっと巻きます。もうね、あんだけあったね豚肉もね、だいぶ食べました。網になり脂肪となり。でね、軽く塩コショウです。後からね、どうせ照り焼き味にするから、片面だけざっと振っとけば大丈夫。で、食べる前に仕上げるからさ、キッチンペーパーを敷いたバットの上に並べとく。そしてね、私今日日曜日でしょう、だら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 してね、晩ご飯の準備もまだなんもしてない。もう今日はさ、もう昼が過ぎてもいいかって思いながら、まあ簡単じゃ簡単だからね。もう日曜日はね、土日はね、
働けまくりです。のんびりしまくりで、しっかり混ぜとくよ。そしたらさ、晩ご飯の時間になったから仕上げていくよ。肉巻きにね、小麦粉をまぶします。これがね、また美味しいのよね、豆腐とね、豚肉がよく合って。結構ね、しっかりめにまぶしてる。で、油を熱します。私、またサイズ、鍋とかのサイズ教えてって書いててねってよくね、コメントにあったりするのにさ、また多分今日このフライパンのサイズを書き忘れてるけど、これね、ビタクラフトのスーパーテクフライパンの28センチです。でもぎゅうぎゅう詰めだけど一気に押し込む。そしたらね、1分半ぐらいずつ全体の面を焼いて焼き目をつけるよ。こうしたら転がしながらね、しっかり焼き目をつける。やっぱね、焼き目のうまみだからね、焼き目をしっかりつけた方が美味しいです。で、またコロコロ転がしてさ、全体の面にしっかり焼き目をつけていく。もう休みの今日まで、あっという間。ふうら。もう今日はさ、完全にだらけモードに入ってるからね。晩ご飯の準備って多分3時頃になってから慌ててするような自分の姿が目に見えます。土日は結構そういうパターンが多い。でさ、合わせ調味料を入れたらね、タレをしっかり絡めるよ。このね、タレがね、よく絡んで、めちゃくちゃ美味しいです。で、中は豆腐だからさ、腹持ちもいいしね、ちょっと気持ちヘルシーになるかな。これでね、お豆腐の肉巻くて、ね、肉巻き照り焼きの出来上がり。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは。